合終了です。残念ながら1対2の試合、名古屋グランパスを勝利となりました。最後までご参加いただきまして、本当にありがとうございました。
自分たちが選手じゃなかったら選手も誰が強いのか分かんなくなると思うんで、また次の試合あるんで、またこうやって水色の服着て柏は、まあ、多分行ける人がいないといいと思いますが、行けない人は自分たちに託してください。絶対たどり着いてくるんで自分たちに任せてください。今日は準備お疲れ様でした。大丈夫、途中で。